以後第17潜水艦は、第2本帝国海軍の移住後型潜水艦の2番艦。アメリカ合衆国本土を関西方で攻撃した最初の潜水艦として知られる。ミクリア純一筆、我が戦艦下周沿岸を砲撃1937年の第3次海軍軍備補充計画により、1938年4月18日に横須賀海軍交渉で起航。 1939年7月19日に浸水し、1941年1月24日に、巡航した。巡航と同時に、横須賀鎮守布石となり、第6艦隊第1潜水船隊第1潜水隊に編入された。8月7日、第1潜水隊司令潜水艦を、E15 から E17 へ一時変更。9月9日、第一潜水隊司令潜水艦を、 イ17からい15に復帰。太平洋戦争開戦時には、第6艦隊第1潜水船隊第1潜水隊に所属。11月21日、イ17は横須賀を出港。12月8日の新珠湾攻撃では、オアフ島北東沖を紹介。9日、イ6が、オアフ島沖を東北島へ向け航行中の、デキシントン級空母1。 巡洋艦2隻を発見したため、迎撃に向かった。10日、浮上構想中に、米召海機を発見したため、急速先行。その後、浮上中に、米召海機の攻撃を受けたが、被害はなかった。14日、アメリカ西海岸沿岸における通商破壊作戦に参加して、カリフォルニア州、メンドシの岬沖に移動。18日夕方、メンドシの 岬沖十二海里地点付近で浮上中、サンディエゴに向かっていた、米木材運搬船サモアを発見し、単焦灯で照らし出して、砲撃を開始。そのうち、一発が空中で爆発し、サモアの甲板に破片を撒き散らした。その後、逃げるサモアに対し魚雷一本を発射したが、魚雷はサモアの船底下を通過した後爆発し、ダメージを与えることができなかった。 20日百3 4 5北緯34度30分整形124度50分、北緯34.500度整形124.833度、34.500-124.833の面倒市の三崎西方八階に地点付近で、浮上中、空船で、シアトルからベンチュラに向かっていた、米ソコニーバキュームオイルシャタンカーエミディオを発見。 エミディオ側もイウナナを発見し、救難信号を発信しながら逃げようとした。イウナナは動線を追跡し、手砲弾6発を発射。うち5発がエミディオに命中。1発はマストをへし折り、1発は救命ボートに直撃して乗員3名を吹き飛ばした。その後、30分以内にほとんどの生存者がエミディオから離れた。その様子を見ていたイウナナは飛来する。 米軍機を発見したため急速戦航。うち一機が爆雷攻撃をしてきたが被害はなかった。航空機が去った1435、E17 はエミディオへ向け魚雷2本を発射。うち一本が右原船尾に命中した。E17 はエミディオを撃沈したと判断したが、エミディオは後半部を沈めながら漂流し、クレセントシティバッテリーポイント灯台近くの岩場に座礁した。 エミディオは、アメリカ西海岸沿岸における通称破壊作戦で、最初に破壊された輸送船となった。23日0310、ユーリカ南西80海里地点付近で浮上中、ベイリッチフィールドオイル社タンカーラリードヘニーを発見し、2800メートルの距離で砲撃を開始。4発が命中し、ラリードヘニーの船橋から煙が上がるのを確認。 その後で紹介機がやってきたため急速線行師、15分後に戦望強震度に戻った。三3 2 q 十、e、7は魚雷1本を発射し、90秒後に爆発した。十、e、7はラリードヘニーを撃沈したと判断したが、実際には魚雷は早爆死、ラリードヘニーの居住区のドア1枚を吹き飛ばしたのみにとどまった。1942年1月2日、 ハワイ東方500海里地点付近で空母特地区間一隻ずつが護衛する輸送船5隻からなる輸送船団を発見するも攻撃に失敗。11日、クエゼリンに到着した。2月1日、クエゼリンはマーシャル・ギルバート諸島機動空襲を受けるが、27に被害はなかった。その後0625にクエゼリンを出港し、迎撃に向かったが空振りに終わった。 同日、第二潜水隊所属の E18、E20 と交代する形で、E15 と共に、第二潜水隊に編入された。20日、E17 は、サンディエゴ近海に到達。日付が21日に変わった直後、浮上充電中に小海艇を発見。浮上して退避するも相手が追跡してきたため、先行した。24日1910、浮上した E17 は、 エルウッド製油所の石油貯蔵タンクへ向け砲撃を開始。砲弾7発を発射して命中弾を得たが、火災は起きなかった。そのため、製油所へ向け砲弾10発を発射。複数の消防車とサイレンを確認。1935には、火災が起きているのを確認したため現場を離れた。2030、航行する移1 7を目撃した住民からの通報で、航空機3機。 駆逐艦2隻が E17 の攻撃に向かったが E17 を見つけられなかった。発射された砲弾は3発が声優所近くの海岸線に、1発が牧場に、1発が別の牧場に着弾。1発が油性の近くに着弾して、キャットウォークやポンプ設備に被害額500ドル、現在の価値にして1500万円程度の損傷を与えた。また、撃により、 不当と、油性デリックに軽微な損害を与えた。3月1日1800、北緯37度25分整形123度28分、北緯37.417度整形123.467度、37.417-123.467のサンフランシスコ南西沖で、米スタンダードオイル車、タンカーウィリアム H ベルクを発見し、魚雷を一斉発射。 爆発音1回を聴取した後浮上し、砲撃を開始。ウィリアム・エイチ・ベルクも搭載砲で汚染を開始した。やがて、米駆逐艦が接近するのを確認したため先行し、退避した。2日1700、面倒しの岬付近で7000トン級輸送船を撃沈したと報告。6日、サンフランシスコ近海に移動。12日1630、紹介区域を離れる。 30日、横須賀に到着して、整備を受ける。5月15日、十7は、横須賀を出港し、17日に、大港に到着。19日、エール作戦に参加して、大港を出港。27日、アッツを偵察。11日、ウニマクジマへ向け浮上抗争中に、米プビーカタリナに発見されば、暗い攻撃を受ける。この攻撃により、 燃料漏れが起きたが、損害は警備であり、翌朝には、修理により油漏れも収まった。13日、ウニマク島を偵察。25日、ダッチハーバー付近で、米駆逐艦を発見。魚雷発射直前に接近する別の米駆逐艦を発見。鳥かじいっぱいにより回避しようとしたが、体当たり攻撃を受けて、射出機と艦首バラストタンクが軽微な損傷を受ける。 その後、水深80メートルの位置へ先行して退避した。29日、紹介区域を離れ、7月7日に横須賀に戻った。8月15日、イ17は横須賀を出港し、ソロモン諸島方面に向かった。23日、南米06度48分統計163度20分、南6.800度統計163.333度、 マイナス6.800163.333の視界穴干渉北型沖で、浮上構想中、米空母エンタープライズから発信した SBD ドーントレスの攻撃を受けたため先行。0815に浮上したが再度攻撃を受けたため、先行。この攻撃で、右弦メインバラストタンクカバーに、機銃弾4発が命中した。十四日の第二次ソロモン海戦では、浮上構想中、 またもエンタープライズの艦載機の攻撃を受けたが、被害はなかった。27日0130、南に向かうエンタープライズを発見。28日には、空母1、戦艦1、巡洋艦4からなる、米機動部隊を発見。同日、米駆逐艦2隻の爆雷攻撃を受けるが、推進80メートルの位置に先行して回避した。9月20日、 米区逐艦に遺跡を発見。同日、紹介区域を離れる。25日、トラックに到着。10月5日、27は、トラックを出港し、8日にショートランドに到着。9日、ショートランドを出港。13日、米空母ホーネットを発見。その後ホーネットの攻撃に向かうが、見つけることができなかった。18日、 インディスペンサブルショーに到着して零式、水上偵察機の到着を3時間ほど待ったが、任務中止により水上機は来なかった。22日、サンクリストバル島西片沖に進出。11月10日、早朝、15回入り北方での爆雷攻撃の音を聴取。これは、イジューゴが、米総海駆逐艦サウザードの爆雷攻撃を受けている音で、イジューゴは、 その後撃沈された。19日、ショートランドに到着。22日、手砲を取り外して、輸送物資19トンを搭載して、ショートランドを出港し、24日に、ガダルカナル島カミンボに到着して、輸送物資11トンを下ろした後、第3次ソロモン海戦で沈没した、駆逐艦、綾波艦長の佐久間英二中佐、公表的上院、小病兵。 計7名を収容した後出港。30日、トラックに到着。12月2日にトラックを出港し、8日に横須賀に到着して便乗車を降ろした後、整備を受ける。1943年1月3日、住7は横須賀を出港し、9日にトラックに到着。17日にトラックを出港し、20日にラバウルに到着。24日、 ドラム缶入りの輸送物資を搭載して、ラバウルを出港し、28日に仮眠棒に到着して、輸送物資11トンを海上に投棄したが、一部は降ろすことができなかった。29日夜、レンネル島沖海戦の支援のため戦場付近に進出するが、駆逐艦の推進機音を投聴取したため急速戦法をして退避した。30日、 栄光中の米中巡洋艦シカゴの迎撃に向かったが、シカゴは空爆により撃沈された。2月1日、米駆逐艦ラバレットを発見。8日、レンネル島南南東150回に地点付近で航空機が発見した米艦隊の攻撃に向かう。13日、14ノットで南進中の巡洋艦と駆逐艦を発見。28日、 産後会のフレデリック干渉を偵察。3月3日、第81号作戦の生存者救助に向かった。4日深夜に現場に到着した E17 は救助活動を開始。5日0500、救命ボート3隻に横付けされて、救助作業中、米魚来艇 PT-143 と PT-150 に発見される。 2隻は魚雷を発射してきたが命中せず、イ17は司令塔に機銃装車を受けながら急速先行して退避した。その後、救命ボート3隻は PT ボート2隻の機銃装車と爆雷攻撃で撃沈された。4時間45分後、イ17は再度浮上して陸軍兵士34名を救助したが、そのうち1名は艦上で死亡した。 6日も救助活動を行い、空爆と PT ボートの攻撃を受けつつも、陸軍兵士118名と船員4名を救助した。12日、雷に到着して便乗車を降ろした後出港。8日にトラックに到着した。同日、E17 はトラックを出港し、フェニックス諸島方面に向かった。 16日には停泊中の艦船2隻へ向け3000メートルの距離から魚雷2本を発射したが、魚雷はいずれも目標の下を通過した。18日、フィジー諸島とサモアの間で通称破壊を行う。5月24日0407、南位23度44分統計166度30分、南位23.733度統計166.500度。 マイナス23.733166.500のヌーメア南方75海立地点付近で燃料油と海軍向け機材150トン PT ボート6隻を積んでニューヨークからヌーメアに向かっていたパナマタンカースタンバックマニーラを発見し来撃。魚雷はスタンバックマニーラの左舷船尾に命中。同船は船尾から沈み始め放棄された。やがて 右玄側に周回していた、スタンバックマニーラは選手を棒立ちにさせ、積み荷の PT-165、PT-173 もろとも沈没した。6月12日、トラックに到着。7月25日、E17 はトラックを出港し、エスピリットサント島へ向かった。8月10日、エスピリットサント島を航空偵察し、 複数の戦艦と空母の在泊の報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、19日1400、ヌーメア沖で、ヌーメアからエスピリットサント島に向かっていた、米雑駅艦、タガナク、ベイリバティ船、ウィリーポストの2隻を護衛する、ニュージーランド総海底トゥイが、東方3100メートルの距離で先行する、潜水艦を、ソナー探知したため、船団は、 ジグザグ航行を開始。トゥイは爆雷4発を投下したが、効果はなかった。やがて、OS ニューキングフィッシャーが到着し、潜望鏡を発見。そのため、キングフィッシャーは爆雷2発を投下し、別のキングフィッシャーも爆雷2発を投下した。そのうち2つは潜水艦の近くで爆発したらしく、気泡と重油が浮かび上がるのを確認。 1629、キングフィッシャーは潜水艦がいるであろう位置に発煙筒を投下した。やがて潜水艦が急角度で浮上してきたため、キングフィッシャーは機銃装者を行ったが、機銃は途中で故障した。潜水艦は18ノットで航行し、対空射撃を開始してきた。迎撃のため、さらにキングフィッシャー4機が到着。 まず一機が潜水艦の後方から攻撃を仕掛け、爆雷二発を投下したが爆発しなかった。次に別の一機が10メートルに設定した爆雷二発を潜水艦の司令塔後方に投下。その結果、潜水艦は周回運動を始めた。最後にまた別の一機が3メートルに設定した爆雷一発を潜水艦の玄米横に投下。爆雷は爆発し、 15メートルもの水柱が上がった。爆発から1分足らずで、潜水艦は沈没した。ついは生存者6名を救助した。尋問の結果、潜水艦は、27であることが分かった。これが、27の最後の瞬間であり、艦長の原田号衛衣装最下乗員97名が、戦死した。沈没地点は、ヌーメア沖のアメデ島大南南島55海里地点付近。 南位23度26分統計166度50分、南位23.433度統計166.833度、マイナス -23.433、166.833。10月24日、オーストラリア方面で防湿と認定され、12月1日に除石された。撃沈積数は2席で、計17,050トンに上る。また、昇船一隻。 7038トンに損傷を与えた。2013年夏、ニューカレドニアで戦没乗組員の追悼碑が、混流された。艦長たちの軍艦誌402から403ページによる。西の構造中佐。1940年6月1日から1940年10月19日。西の構造中佐。 1940年10月19日から1941年1月24日、西の構造中佐、1941年1月24日、原田号へ衣装差、1942年7月15日から1943年8月19日、戦死。ありがとうございます。